どうしたの、小太郎くん。葵ちゃんさん、インスタさん、ありがとうございます。太郎くん、どうしたのかね、君は。ビットの好きじゃないんだね。こんばんは。どうしたの？多分出してほしいって言ってるんだよね、きっと。嫌だよね、この部屋。コタロって私の部屋嫌いなんですよ。ねえ、コタロ。多分出たがってるかな。いや、待ち。そう、でもね、帰ってきたらね。あ、コタロめっちゃ可愛い。めっちゃ可愛いのに。なんか甘えてくる。なんか、なんね、あ、そう、自主練行ってて、えって思って、あ、えって思ったら、もう子供がね、暗い部屋で一人いたらしくて、かわいそうです、それが本当に本当に。いつもだと私がいてあげるんだけど、あ、今日は自主練行っちゃったから、お兄ちゃんいたから大丈夫だと思ってたんだけどね。私は外に行ってたら、これは一人寂しく。あっち行っても電気真っ暗だよ。つけるのめんどいから。あ、なんか猫に話しかけても無駄ってこと分かってるんだけどさ、めっちゃ人間、自分子供みたいなさ、なんか人と話してるようにさ話すっていう。どうしたの？あっち行きたいかな。かわいいけどね、やっぱ。で、え、出してあげるか。これを配信にしたかった。あ、おいおいおい、私がドバイ行ったからって。はい、バイバイ、さよなら。暗い部屋で一人開けて。え、ずっとニャーニャー泣いてるんだけど、ご飯が欲しいんだよね、きっと。今の、多分今ぐらいにご飯切れるからさ、いつも。あ、戻ってきた、戻ってきた。ご飯ないってこと分かって戻ってきた。コタロー、やばい、やばい、爪研ぎしないで。あー、びっくりした、今ね。それが私の、それが私のズボンに杖研ぎしだした。だから、え、開いてないのかな。ちょっと見てくるね。開いてるやん、かい。多分一人でいたから人が恋しいんでしょうね。あ、また戻ってきた。コタロー。あ、ほら、コタロー。コタロー君です。コタロー君です。カメラに一言お願いします。にゃーだって。HKT ちょでとじさん、ありがとうございます。 あ、マジ甘えモードだけど、猫太郎、太郎でちょっとツンデレなところあるから。
爪研ぎしないで、はい、爪研ぎ、これ爪研ぎされてます、やめてください。なんかさ、いや、え、これ、え、待って、なんか読んでなったのさ、もういいや、もういい、このズボンどうしてボロボロだから。多分お母さん帰ってきたらいいと思うんだよね。お母さんちょっとまだ帰ってきてないの。みんなね、用があってね、出かけてるから。あ、ちゃんとぐさいにありがとうございます。ウケるってきた、ウケる。藤子のちゃんを地面触って痛くない、もう慣れた、いつもショールをするとき地面触ってるから慣れちゃった。あ、ね、なんかさ、ボタラ今さっきからね、テーブルに頭突きするのめっちゃマジさ、痛そうなんだけど。遊び道具持ってきてないからな、こっちね。ボタラ持ってきて、遊び道具遊び道具持ってきて。眠そうだね。君眠そうだね。布団いる？お布団あげようか。お布団。お布団。お布団あげるよ。小太郎のためにお布団引いたんだけど。お布団小太郎のために引いてみたんだけど。塗らない？あ、今だよ。乗るなよ、今だよ。なんかめっちゃ見えるやん、私。ほら、お布団、お布団敷いたよ。かわいいね。あ、降りるんかい。なんかね、めっちゃ頭突き、私の足と。太郎くんです、やっほー。太郎こっち向いて、こっち向いて、小太郎。眠たいですか、小太郎さん。寝たいですか？私の膝の上で寝ましょう。君は昔はあんなに私の膝の上で寝てくれてたのにね。今も全然寝ないもんね。寝てくれてもいいんだよ今。りょうちゃんちの猫めっちゃ本当に人懐っこくて、君もあんくらい人懐っこくなってもいいんだよ。でも眠そうだね今めっちゃ。こたつちょっと甘いベタなところあるからさ、そう、甘いベタなところあるからね、ね、甘えていいんだよ太郎。自分に正直になろう。うん、太郎くん、あ、バイ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 した、さよなら。でもね、あっちへ行っても一人になるってこと分かってるからね、多分行かないんだよね。それならこっちにいた方がまだマシ。でも私小太郎めっちゃこの部屋嫌いだからさ、やばい、小太郎、小太郎、
おいで。なんかめっちゃ寂しそうなんだけど、でもこの部屋嫌いなんだもんね、小太郎。めっちゃ寂しそうでかわいそう、なんかかわいそう、小太郎が。もう小太郎の後ろ姿、背中も蹴られてるんだけど、その後ろ姿が本当にかわいそうで、誰かの帰りを待ってるかのような後ろ姿をしてて、本当にかわいそう。太郎の背中が悲しい。じゃあ配信早めに終わって小太郎と遊んであげるか。うん、悲しい、かわいそう。小太郎、小太郎おいで、こっちに、こっちにおいで、小太郎。本当になんかかわいそうなんですけど、小太郎が。おいで、こっち。なんかかわいそうすぎて見てられない、小太郎が。小太郎がかわいそうすぎて見てられない。お母さん早く帰ってこないかな。あ、どっか行ったもん。あ、なんかさ、急に話変わっちゃうんだけどさ、今キューティー目変わりしてるじゃん。だからね、でもね、欲しいものあるんだけどね、なんか買う勇気が出ないの。買う勇気までが出なくて、誰か一足押してほしいんだよね。そう、なんかね、一足押してほしくて。なんか必要なものだから買いたいと思ってるんだけど、でもいらないっちゃいらないけど、普通に欲しいから。なんかね、私今化粧水とかスキンケアがめっちゃ迷走中で、そう、なんか前までスキンケアはもう絶対にこれっていう決まったやつがねあったの。そう、絶対にもうスキンケアこれで生きていくって私は思ってたなんだけど、そのスキなんか化粧水とか乳液、本当に私これじゃないとなんか生きていけないみたいな思って、そう、生きていけないと思ってずっとね、小6から中何が2年間ぐらい愛用してたんだけど、そうけど、なんかリニューアルしちゃったら急に肌に合わなくなっちゃって使えなくなっちゃって、そうだから、でいろんな今試してるんだけど、なんか全部迷走中で今。なんかでもその肌の悩みとかがないからいいっちゃいいんだけど、なんかでも肌のあれって、も結局はあの肌をきれいにするのは結局はあれなんだ、クレンジング洗顔とかだから、化粧水変えたところで肌がめっちゃ良くなるってわけじゃないけど、化粧水とか乳液とかは補足みたいな感じだから、あでもなんか自分に合うやつが使いたいじゃん。これじゃないと肌のコンディションがマジで悪くてみたいな。
そう、そういうのがに巡り合いたい、巡り合いたいけど、なんかで目変わりしてるから、せっかくの目変わりって安いから、その変えたいなって思ってるけど、その変えたいなと思ったやつは別に欲しいわけではないけど、目変わりだから買いたいっていう、目変わりマジックにかかっちゃったの。本当に悲しい、これ目変わりマジック。買おうとしたやつは前も使っていいっちゃいいんだけど、めっちゃいいってわけじゃないから、なんかどうしようかなっていう。そう、私はもうめっちゃ最近スキンケア目覚め出しちゃったから、ヘアケアもスキンケアも目覚めちゃったから、なんかそうだからね。でも化粧水は欲しいんですよ、だからどうしようかなって。でも次の目変わりまで待てないから、だって4ヶ月に1回だったら次多分冬 ?12 月とかだから、いやどうしようかなって。なんかめっちゃさ目変わりでさランキング見ると、あこれも欲しいこれも欲しいこれも欲しいって、もう欲しいんじゃなくて気になってるだけなの、気になってるだけだから、うん、冬まで待てるならいいけど、でも目変わりじゃなくても普通に買ってもいいんだけどね、別に。なんか普通に買ってもちょっとさ割引とかあるじゃん、なんかアプリ見せたらとか。まあスキンケアは悩みますか。でもなんか結構いろんなところで化粧水とかスキンケアしちゃったら今使ったやつめっちゃ出てくるのね、いろんな人が使ってて、めっちゃこれいいですみたいな。ちょっともう迷っちゃう。でもお母さんにも欲しいのあるから、それはお母さんに相談して、お母さんがなんかめっちゃいいんじゃないみたいなこと言うなら買おうかな。化粧水迷う、どうしよう。買うなら目変わりで買わないと、ちょっとお得に買えないんだよね。だからそう悩むんですよ、とてもとてもとても悩みますね。で今もねあるよサンプル。私ね韓国の化粧水2つめっちゃ有名なのがあって、でも韓国、私お母さんはが韓国のあれがあんまり肌に合わないらしくて、そう肌に合わないらしいから、そうからなんか韓国のやつはとりあえず試してみようって思って、あのこのボトルなんか旅行用みたいな感じのをそう買ったんですけど、それは片方使って片方はまだ何も手つけてないけど迷うね、迷う迷う。とりあえずでもなんかそう、でも別に欲しいものがめっちゃこれいい、これないと生きていけないってほどでもないのね、正直。だから迷うの。でも欲しいけど、まあめっちゃいいってわけではないし、まあこれ今にあるやつがね、なんかこれ、これなんだろう、なんかあんま分かんない自分で、なんかめっちゃある、めっちゃある。なんかこういうボトルのセット買って、そうこういうボトルのセット買ってね、で私買うなら一式揃えたいなって思っちゃうの。なんかあの私別々の会社にしたくなくて、なんかスキンケアとかシャンプーとかリンスとかはもうなんかそのブランドで揃えたい派だから、めっちゃこれなんかおまけみたいにめっちゃついてきてくれたんだよ、これなんかほら見てめっちゃ便利じゃないこれ今、
嬉しい。そう、私ね、わりかし揃えたいタイプなんですよ。からお、いいじゃん、めっちゃいいじゃん。今日から使おうかな。そう、鼻悩みは特に困らないけど、待ってないから何でもいっちゃいいけどね。でも家にあるやつとりあえず消費していこうかなと思って、家にね、今乳液めっちゃあるんですよ。とりあえずこれ使おう、今日から、今日からこれ使って。でも本当に買わないといけない、どっちどっち、フォークリーム、エッセンスクリーム、これってさ、これ洗顔かな、これ洗顔だと思う、これなんかピュア&ディープクリーンシングフォームだからさ、これ洗顔だよね。こっちは何、こっちはガラクトミエッセンスクリームか、こっちはクリームか。なるほどね、今日からこれ使おう、韓国のやつだからね、今日からこれ使おう。あ、クレンジングフォームか、あーね、クレンシングフォームとなんかさ、もう本当にやだ、目代わりに出会ったからなんかろくなことないかもしれない、もしかしたら目代わりのせいです、全部は目代わりのせいだ。うん、とりあえずもう余計なもの買わないもん、家にあるもの使う。化粧水とかね、今ちょっと家にねあるんですよね。実際ヘアミルクを買いたい、ヘアミルク身代わりで、お母さんも使うし、それよし、ちょっともうコス、もう無駄に買わないどこ、あのもう目代わり見ないでおこう、目代わりはね、もうやめよう、目代わり禁止生活しよう、本当に見ちゃダメ、本当に欲しいと思ったものだけ買おう。目代わりってほんとマジックなんだよね。ちょっとだってさ、 20% オフとか、何 20% オフになりますって言われたらちょっと欲しいじゃんってなるじゃん。でもちょっと本当に目代わりとかで買いたいから、本当に今日自主練めっちゃスタバが、スタバを飲みたかったんだけど、でもその分目代わりでなんか買えるって思ったらちょっとやめようって思って、偉くないでも我慢したん、ちゃんと、だから買ってもいいかな。苦しいよ、私はこんなにも、めっちゃ髪の毛うねうねちゃんだ。目代わりやめよう。だからじゃあ次の冬までに本当に欲しいと思ったものは目代わりで買おう。決めた。もう目代わり禁止。とりあえずお母さんが酵素洗顔が欲しいって言ったから、それと私お母さんと一緒に使ってヘアミルクがあって、よし決めた。私は節約、目代わり見ない、もうキューテン見ない、決めた。家にあるものを使おう。今のうちにさ、こういうの直しておかないとさ、大人になった時自分でさ、お金好きなのにボンボン使えちゃうじゃん。だからちょっとよくないと思うね、正直。彼はもう家にあるもので全部添えて、よし。あー、でも私偉いと思うんだよね、中学生なのにさ、ちゃんとさ節約しようっていう考えできてて、偉いと思うけどね。偉いよ自分。花火だよ。マジ、もう私は偉いです。ちゃんと節約しようとしてます。
私は、身代わりはもう買いません。うーマジ頑張るよ。九点はもう見ないよ。見ない見ない。見たら欲しくなっちゃうから。とりあえず私が本当に欲しいものはクレンジングです。クレンジングだけです。クレンジングとヘアミルクが欲しいです。シャンプーを買ったのね。それめっちゃ前から欲しいと思って次のメガネ買おうと思ってたやつなんだけど。なんか届かなくて一向に私なんか最近なんかメイクとかに目覚めたのはもう過ぎ去ってなんかヘアケアとかスキンケアにも目覚めて最近はちょっとそうなんか最近はねもうなんか基礎からちゃんと大事にしようと思ってなんかメイクはまあごまかせるじゃん正直なんか目覚めてるんですよでも結局あんまそうでも髪の毛はと肌はごまかせないからって思って最近ちょっと目覚め始めたそうもう何土台をねよくしようって思ってだからまあ9点はもう見ないとこそうだよね、でもなんかやっぱ今からケアしといた方がいいって言うじゃんなんかさあシミがとか言うじゃんよくなんかちょっと今からケアしてよしじゃあ終わりますね13位フェンリルさんありがとうございます12位博多のすめさんありがとうございます11位大志さんありがとうございます10位壁長さんありがとうございます9位しみしみさんありがとうございます8位ペシさんありがとうございます7位赤いグリフォンさんありがとうございます6位ディカさんありがとうございます5位ゲントルさんありがとうございます4位ウッチーさんありがとうございます3位 HKT 超絶おじさんありがとうございます2位葵ちゃんさんありがとうございます1位ちゃんとくさんありがとうございますそうちゃんとそうちゃんと寝よう私ちゃんと寝るわじゃ来週から頑張るね私ちゃんと寝るから来週からちゃんと寝よう絶対さ来週からとかやばいやつね土日はちょっと無理だからやばい明日じゃない来週から頑張ろう来週から勉強もスキンケアもヘアケアも全部頑張ろうでたくさん寝て多分たくさん寝たらちょっと髪の毛とか復活されると思うんですよだからできるだけ10時に寝たいなっていうところ月曜から頑張ろうじゃあメールがチャットに書くわ月曜から頑張るってじゃあねバイバイ。